ハロルド・エブラハム・マクレイは、アメリカ合衆国、フロリダ州ハイランズ郡エイボンパーク出身の元プロ、野球選手、後に監督、ウトウミギウ息子のブライアン・マクレイも外野手として、メジャーリーグベースボールでプレーした。1965年の MLB ドラフト6巡目で、シンシナティレッツより指名される。1968年にメジャーに昇格。1969年は、 マイナーリーグに泊まり、1970年に再昇格するが、レッツは同年監督に就任したスパーキー・アンダーソン監督のもと、ビッグレッドマシンと呼ばれる大リーグの歴史に残る最強チームへの道を歩む過程にあり、レギュラー定着を果たせなかった。1973年に交換トレードでカンザスシテロイヤルズへ移籍した。チャーリー・ラウの指導により打力が向上し、 移籍2年目の1974年には148試合に出場して打率。310、15本類打、88打点の成績を残しレギュラーに定着。1975年1976年には2年連続で MLB オールスターゲームに選出される。1976年以後は指名打者としての起用が中心となるが、同年は自己最高の打率。 332を記録して、首位打者争いに加わり、22投塁とアメリカンリーグ最高の出塁率、406を記録。1977年は21本塁が92打点を記録。2塁が54はアメリカンリーグ最多であった。1980年1981年には、ロイヤルズの一員として、日米野球で来日。ジョージ・ブレット。 フランク・ホワイトらと共に日本のファンにもアピールした。ベストシーズンは36歳の1982年で打率308自己最多の27本塁打133打点を記録しアメリカンリーグ最多打点を獲得。二塁打46もリーグ最多で指名打者としてシルバースラッガー賞に選出された。前後するがワールドシリーズは レッツ時代の1970年1972年、ロイヤルズ遺跡後の1980年と3度、敗れたが、1985年に、念願のチャンピオンリングを手に入れる。1987年シーズン途中で、現役引退し、そのままロイヤルズのコーチに就任。モントリオールエクスポーズの打撃コーチを経て1991年、途中に、ロイヤルズの監督に就任。 ストライキで打ち切りとなった1994年まで、勤める。フルス、レッツ、フィラデルフィアフィリーズの打撃コーチを経て、2001年途中に、タンパベイデビルレイズの2代目監督に就任。同じ1998年に創設された、アリゾナダイヤモンドバックスが2001年には、ワールドシリーズ優勝を果たしたのとは、対照的に2年連続再開に終わり、2002年、 限りで退任した。2005年にセントルイスカージナルスの打撃コーチに就任し、2006年にチームはワールドシリーズ優勝を果たす。自身2個目のチャンピオンリングを獲得した。同職を2009年まで務める。息子のブライアン・マクレーは1985年の MLB ドラフト一巡目でロイヤルズから指名され、プロ入り。当時春はロイヤルズの現役選手であった。 1990年のロイヤルズを皮切りに1999年まで5チームでプレー。1992年のオープン戦では監督の春が現役復帰し非公式戦ではあるが親子同時出場を果たした。ありがとうございます。